はい、どうも、ムネでございます。今回買ったレトロゲームはこちら。ちょっと量が多いんでね、動画何回かに分けるかもしれません。それではね、開けていきましょう。ファイナルファンタジー3。なんかね、シール貼ってる。たまに見かけるね、こういうシールね。なんだ、ファミ通かなんかかな、このキャラクター。まあまあ綺麗。はい、ドラゴンクエスト前期ですね。なんかシール貼ってある。チェック済み。ワンパク小僧さんの、多分中古ショップのワンパク小僧さんでね、売られてたやつです。はい、セクロス。ね、これ初めて入手しました。なんかシール貼ってますけどね。これは剥がせます。まあ、波です。はい、来た。結構ね、レアですよ。レインボーアイランド。初入手。なんか表と同じシール貼ってある。これは剥がせます。まあまあ綺麗。まあこの中で一番レアですね。今回4本紹介しましょうかね。それでは動作確認行ってみましょう。スイッチオン。来ない。残念。ごめんなさい、電源が入ってなかった。まあ電源入った。入りました。一発起動ですね、多分。セーブ残ってるけど、下が切れてるね。はい、OK。はい、ドラゴンクエスト。さあ、一発起動。でセクロス。うわー、これもやってみたいな。やったことない。はい、なんとなくね、起動しない気がしたの。刺した感じがちょっと硬いもん。やっぱりダメだ。こういう時は、接点復活剤で掃除します。固まってるね、古い汚れがついてるんでね、溶かしてやります。いけるでしょ。ほら来た。なんかこれ色違う気がする。あ、いいのか。二人プレイができるね。なにこれ。ぶつかったら死ぬのかな。ぶつかったら死ぬのかな。死なない。死なない。人助けんのこれ。死んだ死んだ。はい、続いてレインボーアイランド。結構レアですよ。この中で一番レアですよ。来た。何これ。 1,2,3,4,5 ビッグ EIA。 何これ、何これ。なんか綺麗な色。はい、ということで今回は、レインボーアイランドかセクロスなんですけど、レインボーアイランドやっていきましょう。レアなんで。取れてる？よいしょ。やるよ。よーい。対等なんや、これ。1988年。最高。目的は何か知らんけど、これビームみたいなもんか。お、倒せた。あ、なんか出てきた。これ虹の上には乗れないの。あ、虹の上に乗れるのよね。あ、上まで。これ何を目的としてんやろ。デーコンじゃなくて株が出てきた。危ない危ない。
何ゴールイン上まで登ればいいの。今のところね、面白いかどうかよくわかりません。デザイン性はいいね。色使いがいいね。虹の色が好きですね。上まで登るってあれ見てアイスクライマーみたい。ああ死んだ。当たったら死ぬってタイプ。クリアストック02。なんか出てきた。操作性はいいよ。空中でも動けるし。仮面ライダーとは大違い。こうやって。レインボーがなんか雲で消えてる。あ、落ちろ。落ちろ。落ちる。あ、落ちない。落ちない。自分の虹の上に乗れるけど、あ、歩いて登れるね。なるほど、なるほど。こういうふうに。あ、何今の、倒したんじゃなかったの？こう打って登って、ってことは登って登ってこうやって、ああ、なるほど、こういうことができるのね。ちょっと技を見つけたけど死んだ。終わりか。あ、面白い。まあまあ面白い。新しい技見つけたら。あれ、一気増えたのかな？ 3 万点で増えたのかな多分。連射使えば、ブンブンブンできる。なるほど。テクニックやな、これも。連射すると危ない。慣れてくるといろんな技が駆使できる。こういう風にね。なるほどなるほど。なるほどなるほど。危ない危ない。面白い。もうちょっとやってたい。これは新しいね。ああ、落ちる落ちる。ああ、死んだ終わりか。ちょっと面白いね。終わった。面白いよ。今の技見つけたら。ということで、まだありますんで、それはまた別の動画でやりましょう。チャンネル登録して待っていてください。さいなら。